どうも柳と申します。今回は京都でもみじ狩り、京都の美しい紅葉スポット5選、2021年コロナ対策情報対応版を紹介したいと思います。もう夏も終わり、秋の足音が聞こえる少し肌寒い季節になりましたね。時期的には少し早いかもしれませんが、旅行の計画とかを練るなら今の時期かなというふうに思ったので、もしそういう方がいらっしゃれば参考にしてくだされば嬉しいです。それでは参りましょう。1、三千院。三千院は国宝の阿弥陀三尊をはじめ多くの文化財が安置される天台宗の寺院で、大原散策の中心地となっているところです。三千院のある大原という場所は山間の盆地にあるため、気温の寒暖差が激しく、もみじの色鮮やかさというものは格別になっています。三千院には楓などが植えられ、紅葉と約50メートルの参道、杉木立に囲まれた幽静園や周壁園という庭園の光景がとっても美しいです。ちなみに三千院のある大原は、日本の紅葉の名所100選に選ばれた京都を代表する紅葉の名所の一つとなっています。三千院では特に入場制限とかはなく、マスク着用及び参拝入り口や各行動入り口にて手指の消毒を推奨することで、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をとっているそうです。緑に囲まれた庭園が赤黄色のもみじで色づく様は見事ですので、ぜひ立ち寄ってみてください。2、宝厳院。2つ目は嵐山にある天龍寺の塔頭、もみじと苔の美しいコントラストが映える庭園を持つ宝厳院です。毎年すっごく人気なところで、コロナウイルスが流行る前は、入るために行列ができるところでもありました。宝厳院の見どころは、禅僧である作元修了禅師によって策定された庭園、四宿の庭です。四宿とは仏が説法するという意味であり、庭園内を散策し鳥の声、風の音を聞くことによって人生の真理、正道を肌で感じ、それで心が癒されるとする庭、それがこの四宿の庭となっています。ここは毎年秋になると特別拝観という形で観光することのできる場所です。秋の特別拝観には昼の部と夜の部があり、今年は昼は、10月の上旬から12月5日までの開催予定で、拝観時間は9時から17時となっています。そして夜は、11月13日の土曜日から12月5日の日曜日まで開催予定です。なお昼夜通しての参拝はできません。それぞれ別途で参拝券を購入する必要があります。そして宝厳院の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策情報は、マスクの着用、手指の消毒等になりますが、当日の混雑状況によっては入場制限を行う場合もあるとのことですので、そのあたりは注意していきましょう。人気なところですので、例えば他の人が夕食を楽しんでる時に行くみたいな感じで時間をずらしての参拝というものが勧められていますが、夜の特別拝観では日中の四宿の庭庭園の鮮やかなもみじとは違った夜間での静寂かつもみじの織りなす幻想的な景観を楽しむことができるかと思いますので、ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。3、清水寺。3つ目はこのチャンネルではもう何回もこすっている清水寺です。観光地ティア表を作ったら間違いなく上位に食い込むことになるこの清水寺ですが、もちろんもみじ狩りの場所としてもとっても有名です。清水寺は約1000本もの山もみじが境内に植えられており、日中に見るもみじももちろん綺麗なのですが、先ほどの宝厳院同様、秋になると特別夜間拝観を行っており、夜間にライトアップされた清水寺で見るもみじは言うまでもなく絶景になってます。そんな清水寺の夜間ライトアップ情報はこちら。今年は11月18日の木曜日から30日の火曜日までの17時半から21時半が夜間のライトアップになってます。紅葉のライトアップでは金雲渓という崖の斜面にせり出すように建てられた清水の舞台やその周辺の山もみじなどがライトアップされます。また清水寺から夜空に向かって観音様の慈悲の心を表していると言われる青い一筋の光が放たれています。その光景はまさに圧巻の一言で、ぜひ自分の目で直接見てほしいなと思います。清水寺の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としては、特別な入場制限などはないそうですが、マスク着用、消毒の協力っていうところで対策をとっているそうです。ぜひ訪れてみて、いつもの清水寺とは違った顔を楽しんでみてください。4、南禅寺。4つ目は臨済宗南禅寺派の大本山、南禅寺です。足利義満の時代に五山制度の中で五山を超える五山の上という臨済宗最高の自覚を受け、五山文化の中心として栄えたところでもあります。また南禅寺といえば水路閣
と思う方も多いのではないでしょうか。寺内を通るこの水路閣は、琵琶湖から市内へ向けた水路として、明治時代に建てられたもので、ドラマなどのロケ地としても有名です。以前出した京都で聖地巡礼できるおすすめアニメという動画の中でも、ケイオンというアニメのオープニングに使われていたという紹介もしましたね。ぜひくぐってみてください。そんな見どころたっぷりの南禅寺ですが、秋には美しい紅葉の名所として有名です。広大な境内の中には、たくさんの楓が植えられており、秋にはもみじ一色の絶景を見ることができます。そんな南禅寺の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策はこちら。入り口でのアルコール消毒剤設置とか、入り口出口の文化表示、マスクの着用、受付にビニール設置等、というところで入場制限等は特に設けてはいないそうです。今回は南禅寺のみを紹介しましたが、南禅寺周辺は紅葉を楽しめるエリアとして有名です。ぜひそのエリアでしか見ることのできない紅葉の絶景を堪能してみてください。 5. 北野天満宮。おすすめ最後は菅原道真公を祭り、学問の神様として信仰を集める北野天満宮です。天神さんという呼び名で親しまれ、全国の天満宮の総本社にして天神信仰発祥の神社でもあるこの北野天満宮ですが、秋になると境内西側の史跡もみじ園でたくさんの楓が境内を彩り、秋の絶景が楽しめます。またここでは夜間にもみじ園でライトアップもされます。紅葉の名所でありながら比較的混雑しにくいのが魅力かなと思い、最後に紹介させていただきました。ライトアップの時は黄金院みたいに入れ替え制というわけではないので、日没前から足を運び、昼と夜の2つの秋景色をゆっくり楽しむのはいかがでしょうか。そんなもみじ園には例年10月下旬から12月上旬にかけて入園することができます。そして今年のライトアップに関しては、11月13日の土曜日から12月5日の日曜日の日没から20時にかけて行われています。もみじ園がライトアップされ、光の中に浮かび上がる様々なもみじを散策しながら堪能するのはとても幻想的で素晴らしいので、ぜひやってみてください。北野天満宮の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としましては、今までと同様マスク着用、手指の消毒にご協力、また受付にビニールカーテンの設置等があります。自分は友人が北野天満宮の近くに住んでいたということもあり、よく行くすごく好きな場所の一つでした。ぜひ観光してくれたら嬉しいです。今回は2021年の京都おすすめ紅葉スポット5選を紹介しました。京都には今回紹介したスポット以外にも、たくさんの紅葉が見れる素晴らしいスポットがあるかなと思っておりますので、もみじ狩りが本格化するシーズンの前にはもっとたくさん動画を出して紹介できたらなと思っています。なお今回紹介した新型コロナウイルス感染対策情報に関しましては現在までの情報です。もし行く際にはもう一度調べてから行ってくださると嬉しいです。ということで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは京都に関する様々な魅力を発信しておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録してくださると励みにもなり嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。